ヨルバ人はアフリカの民族。主にナイジェリア南西部に居住し、西アフリカ最大の民族集団の一つである。ナイジェリアにおいては、ハウサ人、イボ人とともにナイジェリアの三大民族の一つとなっている。ナイジェリアの南西部に集中して居住する。エキティ州、オヨス州、ラゴス州、オスン州、オンド州、オグン州では、住人の大多数がヨルバ人であり、 九州とラゴスをはじめとして、イバダン、アベオクタ、オグボモショ、オヨ、イロリン、オショグボ、イフェなどの都市も、ヨルバ人が多数派である。ヨルバ人は、都市国家軍を築いてきた歴史があり、ラゴスを除く上記の都市はすべてヨルバ人の都市国家が元となっている。オドゥドゥア王を表す12世紀のブロンズ伝統衣装起源全4世紀頃には、ヨルバ人は、 現在の地域に住んでいたと考えられている。ヨルバの伝説では、オドゥドゥア王という伝説の王が、イフェの地に降臨し、イフェの王,王となり、そこから、すべてのヨルバ諸国が建国されていったという。そのため、イフェの王は、すべてのヨルバ諸国に対し再試験を持ち、ヨルバ諸国の王は、即位時にイフェまで赴き、イフェの西王に認証してもらわねばならなかった。 ヨルバ諸国は都市国家軍であり、熱帯ユリニアサバンナの中に点在する城壁に囲まれた都市を中心に周辺地域を支配した。イフェ王国は1100年頃から1700年頃まで栄えていたが、やがてより西方のお洋王国が実権を握り、軍事力でヨルバ諸都市に歯を唱えた。しかし証券は引き続きイフェの王の下にあり、 商権と軍権との二重権力体制が確立した。19世紀に入ると、お世の内乱に乗じて、イロリン王国が勢力を拡大し、お世は滅亡した。難民はさらに南方に逃れ、イバダン王国や、アベオクタなどに住みつき、この両都市が勢力を強めていった。1886年、イギリス王立にジェール会社軍の進撃により、ヨルバ人は、 イギリスの支配下に入った。 http://www.britanica.com/.ebcheked/.topics/.653789/.yorubahathttps:/.www.cia.gov/.library/.publications/.the-word-facetbok スラッシュ GEOS スラッシュ 2.html ハット https コロンスラッシュスラッシュ www.cia.gov スラッシュライブラリースラッシュパブリケーションズスラッシュ t h w o r l d f a c t b o、ok、k スラッシュ GEOS スラッシュ BN.html http://www.josuaproject.net/.peopctry.php ロップ3イコール 111095& ログ3イコール GH ハット http コロンスラッシュスラッシュ w w w j o s h u a p r o j e c t n e t スラッシュ peopctry.php ロップ3イコール 111095& ログ3イコール2ありがとうございます